こんばんは、小学生の学習教師です。今日のダジャレ、カッターで指を切って、痛かった。もう一回言います。カッターで指を切って痛かった。はい、痛そうですね。今日はこの本を読み終えました。タイトルを言ってください。食物アレルギーキャラクター図鑑。はい、この中から内容を紹介してください。はい、まずはラテックスアレルギーから。ラテックスアレルギーはゴム手袋をよく使うお医者さん看護師に多いアレルギーです。そしてこれはボタンロケルという漫画にありました。今何巻まで読んだんですか？44のはずです。はい、ありがとうございます。もう一箇所は、この桃侍というのが桃太郎そっくりで面白かったです。どんなアレルギーなんですか？バラ科の果物で花粉症、白カバ、ハンノキ、カバノカノのハン、カウントコウ、サー抗原性があり、ソーラーガンシャド、イタアコク、アレルギー症候群になりやすい。ほうほう。果物食べれないんですか？食べれるよ。あ、食べれるけど、カバノキ科の花粉症の人はアレルギーを引き起こしやすいから、要注意。わかりました。では、過去加熱するとアレルギーを起こす力が弱まる。邪魔や感じられない食べられる人もいるよ。ああ、そういうことですか。わかりました。ではホワイトボードの文章を3つ読んでください。今日の役だけを打つ。1つ嘘言うな。1つ負けな。1つ弱まるです。言うと思うことは悪いと思うことは、それを勇気で。仏様を見せることは、良くとせ、良くとか悪いことせ、悪く。この宇宙の怖さは信号中。以上です。